皆さんこんにちは、フクロウです。今回はスドリガの絆ガチャを回していきたいと思います。それではどうぞ。ということで、ガチャの前にですね、ちゃんとウィークリーランキングもやってるよということをね、動画でお示ししめしておきたいと思います。ちなみに下の人は名前が出てるので、秘密ということにしています。今こんな感じでね、メンバーを揃えて、やっぱシオン SP がね、非常に強いので、下のランクではね、無双してますね。でもあとは、それぞれのステージに合わせて、キャラクターを選択していくという感じですね。どのキャラが強いとかではなくて、ステージに合わせてキャラの組み合わせを考えていくっていうのが、このゲームの醍醐味なんでね、そこら辺が非常に面白いなと思います。ということでね、前置きはさておき、ガチャ回していきたいなと思います。で、狙いはね、やみつき SP とナイジェル SP、 あと持ってないキャラがね、出ればいいかなって思っています。もちろんですね、持ってるキャラも決勝になってですね、より強くなるので、それはそれでね、ありがたいんですけども、見てお分かりの通り、金色がないんでね、こちら爆死の方になっています。こちらパンですね。私のパンはもうプラス5ぐらいになってるので、そこそこ強いんですけどね。実験体の5は嬉しいですね。で、このネットは、オルタが非常に強いので、レベルが上がっていくのがいいですね。で、このヤンボーもね、クロソウル4つで気絶を入れることができるので、結構使い勝手がいい感じです。で、私はナイテルは持っているんですが、SR は持ってなかったのでニューということになっています。で、ヤンボーがもう一回出てきてくれて、結晶がね、10個手に入りましたね。これで SSR に若干近づいた感じです。でもう一回ね、回していきたいと思います。これなんか嫌な予感がしますね。ということで、金色がないのでね、これも爆死となっています。しかも SSR を持ってるね、ヘステアが出たので、望み薄な感じですね。刃もセオドアもね、結構使いどころがあるキャラなんで、非常にいい感じではあるんですけどね。ここら辺ね、正直スキップすればいいかなと思ったんですが、結果はですね、爆死という感じになっています。でもですね、まだ単発があるから、ここからね、当たる可能性があります。しかも10連でね、失敗すると、確率が上がっていくわけですからね。こちらは猫目です。で、今のがカヌーラで、そもそも白い時点でね、当たらない感じになりますね。ここでね、3回連続でダメだったんで、一回画面を切り替えてですね、もう一回最初からっていう感じにしています。で、青色なんですが、ということで、ディランがね、初めてやってきました。何もないよりかはね、いい感じですね。あとなんか金曜日の第3ステージでね、ヴィランを使ってる人は結構いますね。で、もうお気づきの方もいるかもしれませんが、今回はですね、もう見事に全部外してしまっているので、またね、石が溜まり次第、リベンジできたらいいかなと思っています。
と第11章が、ね、追加されているので、11章の攻略もできたらいいなと思っています。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。